アブドゥルラザクトゥンアブドゥルラザクビンハジだと、フセンアルハジは、マレーシア第二代首相である。パハン州のプラウクラディ生まれ。第六代首相のナジブアブドゥルラザクは長男である。分かちがきされるが、アブドゥルラザクで一つの個人名である。マレーシア発展の父と死後、呼ばれている。マレー大学、クアラカングサール校を卒業した後、1940年に、 シンガポールのラッフルズ大学で勉強するために奨学金を取得した。彼のシンガポール留学は第二次世界大戦の勃発とともに停止を余儀なく慣れた。戦争中はパハン州でのレジスタンス組織を援助した。戦後の1947年にイギリスへ法律を学ぶために留学し、1950年に弁護士資格を取得した。イングランドでの滞在期間中、 イギリス労働党の一員であった。彼はまた、マレー人学生が自国の政治的な問題を討論するためのマライアンフォーラムを組織した。帰国後、アブドリルラザクは自らの政治的才覚を持って、の青年部チーフになっている。1955年、マレーシアで初めて実施された総選挙で議席を獲得すると、32歳の若さで教育省に任命されている。 なお、マレーシアでは教育省は出世ルートになっていることが多い。翌年には、マラヤ独立のための外交施設団の一員として、再び、イギリスに渡っている。1959年総選挙では、アブドゥルラザクは地域開発省に就任し、加えて、副首相、国防省にも就任した。1969年5月13日事件が発生し、 民族間での融和とアブドゥルラーマン首相の指導力の欠如が明らかになると翌年に首相に就任した。1971年にマレーシア新経済計画を策定した。アブドゥルラザクと以後のマレーシア第二世代の政治家たちは民族間の不和の要因となる経済、社会的な不平等の解消に対して精力的に活動した。マレーシア新経済計画では 貧困の撲滅と民族間の経済的格差の解消を目標としている。また政治的には、1972年2月に、マレーシア国会が再開されることで、マレーシア議会政治の危機を克服するとともに、不安定な政治的状況を乗り越えるため、全マレーシアイスラーム党、グラカン、人民進歩党にも与党に参加をすることを呼びかけ、1973年1月、 国民戦線を組織した。彼は、その後も国民戦線に参加する政党を増やすことを推進し、政治面での安定をもたらした。さらに、1974年総選挙後、不戦ンを副首相兼造省に任命することで、自らの後継者に指名するのと同時に、5月13日事件で、ラーマンと対立していたマハティールを教育省に任命したがこのことはマハティールが、 ウムナンバーナンバー3の立場を獲得したと同時に、ウミプトラ政策推進上で、アブドゥルラザクがマハティールの能力を認めたことを意味していた。1975年年末より、健康面で不安が出てきたために、ロンドンへ渡り、療養生活に入ったが、翌年ロンドンで休止した。死因は、白血病。53歳。彼は、現在、クアラルンプールにある。 ヒーローズモーソリアムに埋葬されている。首相在任中、日本赤軍によるクアラルンプール事件が発生している。ありがとうございます。